宮崎県知事も務めた元衆院議員の東国原秀夫氏66が2日 XQ ツイッターを更新。静岡県庁で行われた同県新規採用職員への訓示で職業差別ともとられる発言をしたと報じられ、電撃辞職を表明した川勝平太知事について言及した。ネット上に投稿されている動画などによると川勝氏は新入職員に対し、 常理を尽くして、自分の正しいと思う信念を貫くことが大切。とした上で、県庁は別の言葉で言うと、シンクタンク。毎日毎日野菜を売ったり、牛の世話をしたり、物を作ったり、とかいうことと違って、基本的に皆様方は、頭脳、知性の高い方たち。それを磨く必要があるなどと発言している。この発言をめぐり、記者から自身の身体を問われ、 川勝氏は、6月の議会をもってこの職を辞そうと思っておりますと述べた。東国原氏は、エリート知事や政治家は、票には出さないが、潜在的に学歴、職業への差別主義者が多いと感じてる。そう感じることが差別かと投稿した。私がまとめたネチズンのコメントは次の通りです。大学生の時、授業中に教授が、 自らのことを話す場面があったその中で自分は幼少時神道と呼ばれて育ったからねと得意げに話している姿をいまだに覚えている確かにそうなのだろう学業の成績はすば抜けどちらが先生かわからないほど優秀な人は同学年にもいたしかし政治家に学者が務まるようには思えない政治家は 多種多様な人たちの意見を聞き、総意を作り上げるために、ひたすら調整役に徹しなければできない仕事だからだ。優雅独尊のエリートに勤まるような類の職業では、ないだろう。ひどい発言だ。野菜を作る人、酪農で、牛の世話をする人、その他、あらゆる職業の人が毎日頑張ってくれているからこそ、社会が成り立って、みんなが生活できている。 理由もなく自らの狭い視野のこだわりで、リニアの工事に反対し、社会の進化にストップをかけ続けてきた、どこかの政治家より、こういう人の方が、はるかに社会に貢献している。職業に、規制はなく、そんなこともわからない人間は、政治家をやる資格はない。こうした発言で墓穴を掘り、政界から去っていくのは、日本社会のためにいいことであり、国民への朗報だ。 誰がどうだとか特定の人のことを指しているわけではありませんが学歴職業への差別主義者の人ってその人自身の学歴や職歴ではエリートなのかもしれませんが人としての中身で言えばエリートではありませんよねすでに Facebook に投稿したこの件に関するコメントは以下の通りこの方は第一次産業で得た作物や畜産物を県庁の優れた頭脳プレーにより 県民がより豊かになるように頑張れ、という趣旨のことを言いたかったのだろう。だけど、農業や、畜産業などの第一次産業にも優れた、ズモープレイがあることを、この知事は分かっていない。私などは下手な農業をしているのでよくわかるのだが、ベテランの農家の方々は、土の色、雑草の種類で、畑の状態を把握できる。私には全くその知識がない。まさに、 自然環境に関する頭脳プレイが働いているのだ。残念ながら、川勝知事はそのことが全くわかっていない。前回の選挙のあそこにはコシヒカリしかないと同レベルの出現だ。コシヒカリを栽培することも立派な文化なのだ。文化研究に携わる研究者ご出身の知事とも、あるお方がこうした失態を何度も繰り返すとは、なんとも投げかわしい。これは、 民主主義国ではない国を信頼している人は、過去の考え方で凝り固まっているという証拠だと思います。現在には通用しないとても古い思想だということ。これでは、経済も人材も育たずに、無駄に大切な時間だけが浪費されてしまうので、あらゆる選挙の際には、有権者は気をつけないとまずいでしょうね。